はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこちら、スリーコインズスリコさんに行ってきました。で、今回買ってきたものはこちら、スリーコインズのイヤーカフイヤホン。ところがこれ、実は空張り、アイボリー、ブルー、ピンクとあるんですけど、もうほとんど売り切れ、残っていたのは一色だけ。ということで、これピンク買ってきました。はい、僕みたいなおっさんには全然似合わない、可愛らしい色です。はい、でもこれしかなかったんで、今回これ開けて中見てどんなものかチェックしていきたいと思います。ということで、今回はもう店頭では品薄のワイヤレスイヤホン、スリーコインズのオープンイヤーイヤカフイヤホンです。で、これ一体何ぞやっていう、ちょっと変わった形してますよね。実は昨年あたりからか、こういったタイプ、イヤリングのように耳に挟んで装着するイヤホン、イヤカフイヤホンが結構流行ってきてます。特徴としては、耳の穴を塞ぐことなく使用できるっていう、そういう特徴があるんですけど、オープンイヤーとか骨伝導とか、ちょっと音質気になる部分ありますよね。そのあたり一体どうなのか、今回チェックしていきたいと思います。で、お値段は税込み2200円、結構お安いイヤホン。連続再生5時間かけることのケース併用で 2.5 回分、 IPX4 の防滴仕様、耳を塞がないイヤーカフ型、こういった商品になります。で、背面を見てみると、梱包内容は本体 LR に充電ケース、充電用のケーブルに取説で、 Bluetooth バージョンは 5.3、 太陽コーデックは SBC AC、 イヤホン本体バッテリーは 30mAh で、連続再生5時間、充電は約1時間から1時間半で、ケースのバッテリーは 250mAh。 ざっとこんな感じ。気になる方は一時停止を駆使してご確認ください。はい、それでは開けていきますね。これ開けにく。はい、それでは行きますよ。せーの、イエーイ、来たー。はい、これがスリコで2200円、オープンイヤータイプのイヤカフイヤホン。あー、こんな感じです。で、本体この部分がシリコンになっていて、はい、これわかりますかね、ふにゃふにゃしてます。で、ここに物理ボタン。はい、こんな感じ。うん、左右とも全く同じような、あれ、これ見分けつくのかな？あ、この下に LR 表記ありました。で、付属品はタイプ C ケーブル。そして、こういった感じの説明書が入ってました。操作方法はこんな感じ。これもよかったら一時停止を駆使してご確認ください。ちなみに、保証期間は6ヶ月。なんで購入した際は、レシート必ず取っておきましょう。で、これが、ケース。あ、ここにも、ペリペリついてました。で、LR 間違えないように、収めます。はい、こんな感じ。側面にインジケーターがついてます。あ、これはわかりやすいですよね。ぐるっと、見た目は、こんな感じで、表面はサラサラした、指紋のつきにくそうな樹脂になってます。底面はこんな感じ。擬滴マークついてます。あ、充電すると、パーセンテージ減ってますね。あ、どんどん減っていきますね。充電少ないのかな？ちょっとしばらく充電してみます。ちなみに充電中はこういうインジケーター表示。で、充電が終わるとこんな感じ。はい、100% になりました。はい、それでは装着してみます。耳に挟み込んでセッティングします。はい、僕は耳も大きめでも、これは特に挟み込んでも痛くなることはないです。接続したい端末の Bluetooth 設定を開いて、カフミュージック、これをタップ、ペア設定をタップ。はい、バッテリー残量とコーデック AC 確認できました。ちなみに今回これは Xiaomi 12T Pro を使ってます。はい、それでは音楽に動画視聴します。はい、視聴終わりました。で、ステレオチェックに逆位相チェック。このあたり問題はないんですけど、ちょっと若干、ステレオ感とか、正位相時と逆位相時、その差がやや少なめ。そんな風に感じました。でもとりあえず問題はなかったです。で、音の遅延については、スマホでも試したんですけど、Fire TV とペアリングして、プライムビデオ、いろんなジャンルのものを試してみました。で、遅延は全くないわけではないけど、まあ、僕はあんまり気になる部分はなかったです。
ただ低遅延モードのようなものはないんで、そのあたり遅延シビアな方には気になるポイントはあるかもしれません。ただ普通に動画見る分に僕は問題を感じませんでした。で、肝心な音質、これについては正直ぶっちゃけ音楽は厳しいかなっていう感じ。はい、これはもちろん十人十色でいろんな感じ方やいろんなご意見、いろんな感性や評価が変わってくると思います。ただ僕は基本的にイヤホンというか音楽を聴くときはドンシャリよりもフラット好き。そういう観点からいくとタイプ的には中高音タイプ、それも高音より、そういう風に感じました。全く低音聞こえてこないわけではないですけど、特に高音強め、中音すらやや抑えめ、そういうイメージで、やっぱりそうなってくると耳に刺さりました。このあたりは極端に言うと耳の穴のそばにスピーカーを装着してるような感じで、なかなか音質の向上難しいのかもしれませんけど、僕は特に音楽を長時間聞くには厳しいんじゃないかと思いました。はい、このあたり辛口すいません。で、動画を見てみると、これがまた中高音強めなんで、人のお話を聞く分には特に問題はないかと思うんですけど、アニメや映画、効果音なんかも結構鳴る作品では、僕はやっぱりちょっと評価しづらかったです。はい、このあたり面白い商品ではあるんで、あまりけなしたくはないんですけど、期待して買われた方はそのあたり残念に思う可能性もあるんで、このあたりははっきり僕なりの感想をお伝えします。とはいえ、これ税込み2200円のイヤホン、そう考えると、例えば家で家事をしている時、バタバタ動いたり生活音雑音が多い中、人のお話が聞ければいいような、そういうシチュエーションにはこの形、耳に挟み込むんで、これ首を振ってもそう簡単には落ちません。カナル型ならそういうタイプもあるんですけど、インナーイヤータイプのイヤホン、比較的落ちやすいものも多いんで、そういう意味ではヘッドホンタイプではないイヤホンタイプとして、この挟み込んで固定、これが必要という方には安価なイヤホンとしては需要もあるかもしれません。あまり高音質求めない、でも耳から外れにくい、しかも外音が自然に聞こえるような、そういったものを探している方、一度お試しいただいてもいいかもしれません。はい、ということで、今回ご紹介した3COINS イヤーカフイヤホン、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。音漏れチェックします。マイクから60センチ離して再生すると、はい、こんな感じ。やっぱり結構構造上音漏れはします。はい、これ今 3COINS のイヤーカフイヤホン、内蔵マイクで音声を収録してます。はい、これ今スリコのイヤーカフイヤホン、 iPad mini のボイスメモで収録してます。音声の感じどうでしょうか。はい、どうでしょうか。比較的マイク音が小さめのものも多いんで、そういう意味では聞こえやすいかもしれません。でもとにかく 3COINS さん、こういう変わった形の商品結構積極的に出していくっていう、そういうスタンスは本当面白いんで、僕は今回これ、あるいは最新の骨伝導イヤホン、あのあたりに関してもあまりいい評価出してません。でもこれからもできればこういった変わったガジェット、どんどん挑戦していってほしいです。ということで、今回 3COINS で2200円、変わった形のイヤーカフイヤホン、こういったものが出ていたんでご紹介しました。あ、で、あと終わるまでたまに共有します。Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料、こういったキャンペーンが始まってますんで、説明欄のリンクをタップクリックして、この画面が出れば対象アカウント、 Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料楽しんでください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。